はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、こちらですね、日本代表レベルマックススカウト最強選手育成講座やらせていただきたいと思います。まあ、今回ですねだいぶ人数が多いのでちょっとざっくりと絞りまして、DMF みたいなね、本当に選択肢が限られてくる選手はちょっと今回なしにしたいと思います。まあ、DMF なんかはマークパスカットってきたらもうタックルつけてロングパスじゃんみたいなね、タックルパスってきたらマークとパスカットじゃんみたいな安定の構成があるので、そうではないところを見ていきたいなと思います。ってことで今回やっていくのはまずは上田綺世選手、そして南野拓実選手、鎌田大地選手、この3人を筆頭に中山選手と谷口選手、この2人を追加した合計5名を解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ってことで早速やっていきましょう。さあ以前やらせていただいた当たり選手ランキングの通り逆側からやっていきます。まずは中山選手見ていきましょう。13,400 の総合値ですが、まあ2ポジできてキャプテン特徴、しかもこの効果の範囲も広く、効果自体も悪くない、まあまあ普通に使えるいい選手なんじゃないかなと思います。一方中山選手のこの特徴はサイドバックの中山選手には発動しないので、まあ、レフトミッドで使えば出るんですけど、基本は多分サイドバックで使うので、そうなってくるとどうしても自分自身の能力っていうところに弱点が出てきてしまいます。エムを持っているのでパスとマーク特大、パスカット大と最低限のデバフは当然ありますが、まあ、どうしてもやっぱり目につくのはマーク S、パスカット A、タックル B という守備能力のなさ、そしてドリブル B という1対1もそこまで強くないよっていうところかなと思います。スキル見ていただくとアウロラフィードですね、相手フォワード、味方フォワードのスタミ、相手フォワードのスタミナを中ダウン、味方フォワードのスタミナを小回復、ただタングルド持ってますと。この選手なんですが、育成基本的には2パターンあると思っていて、まず1つ目がサイドバックに専念させるパターンです。このサイドバックに専念させるパターンだったらタックルとパスカットでもう決まりだと思います。でこのタックルとパスカットに関してはパスカットはシルフィーのようなスタミナが回復できるもの、タックルはいつも通り1対1に勝つためにファイティングのような相手のドリブルを下げられるものがもう確定でいいと思います。どうしても守備力がない選手ですから、スキルを本当にいいものをつけて、例えばタックル B を補うために相手のドリブルを下げるタックルをつけてあげるだとか、パスカット A しかないですがその発動することでボールを取れなくても価値を見出すためにシルフィーのようなデバフをつけるとかね、っていうのが大前提になってくるかなと。ただこの選手や、なんといってもレフトミッドフィルダーもできるので、守備に専念させるんだったらタックルパスカットでいいですが、レフトミッドフィルダーで起用するのであればドリブルは一つ必要になってきます。どうしても高い位置までボールを持って運んでいるときに自分自身でいっぱい1対1で場面を突破できないと、なかなか彼を起用しても前線で厚みを生み出せないとか、前線で結構ボール取られちゃうってなるので、ドリブルスキルが今度は必要です。でそうなるともう一枠が余るんですが、ここは個人的にはパスカットをおすすめします。なんで守備的に行きたい方はタックルパスカット、攻撃的というかレフトミッドフィルダーでも万が一将来的に使うことを考えておくのであればドリブルとパスカット、この構成がいいんじゃないかなと。なんでドリブルとパスカットかっていうと、そもそもやっぱりタックル能力値がめちゃめちゃ低いので、すごく優秀なスキルをつけてもなかなか取れるとは限らないというところですね。それならばパスカットでもうボールを奪っちゃう、1対1で突破される前に奪っちゃうだとか、突破されてもいいような構成にしておく、攻撃にね参加させられるようにしておく方が大切かなと思います。そしたらお次谷口選手いきましょう。谷口選手に関してはやっぱりこのディフェンスキーマンっていうところが圧倒的な魅力ですよね。谷口選手をディフェンスキーマンにしておくと、ディフェンスラインのポゼッションの選手のマークが大、パスカットが中、マークスキル発動率が大アップと、タックル以外の守備能力をしっかり底上げしてくれて発動率まで上げてくれます。すごく優秀で、
限界の主戦車があるので、ディフェンス能力、まあ、タックル、パスカット、マークがダイアップしつつ、それとは別でマークとパワーがダイアップしているので、まあ、マークは本当にしっかり底上げが入りますね。メインスキルのエンコラージャは相手フォワードのスタミナをショーダウン、そしてゴールキーパーとディフェンダーのスタミナを中とショー、それぞれ回復してくれます。ただ谷口選手の弱点は、選手紹介の時にも触れましたが、タックルが S しか上がらない点です。タックル S って考えると、さっきのサイドバックの中山選手のタックル B より全然いいじゃんと思うかもしれませんが、やっぱり谷口選手センターバックですから、彼が1対1で突破されるイコールも本当にゴール前までボールを運ばれてしまうので、そういう意味ではタックル S、まあ、タックル能力値が4000しかないっていうのはちょっとね、まあ、現環境で一つその頼りになるかというところは難しいのかなと思います。その中でじゃあどんなスキルをつけるかというと、これこそ本当に相手のドリブルを下げるタックルが必須ですね。シュートを下げるとかではなく、とにかく1対1で勝たなければどうしようもなくなってしまうので、とにかく1対1で勝てるようにしましょう。でおすすめのドリブルスキル、タックルスキルとしては、相手のドリブルをしっかり下げれるデスパレートとかがおすすめです。デスパレートは対象選手のシュートとドリブルを下げるので、仮に谷口選手が1対1で突破されたとしても、デスパレートはシュートも下げているので、その後のゴールが決まる確率まで下げてくれます。で理想を言うと、本当に私ならですけど、本当に私が何も考えずにつけるんだったら、デスパレート2個つけます。デスパレート、デスパレートにします。タックル2積みですね。やっぱり私はセンターバックはボール奪ってなんぼだと思ってるので、タックル2積みですが、さすがにそれお前やりすぎだろって方はタックルとロングパスにしてあげてください。まあ、パスもね SB で、まあ、タックルができない分パスができる選手になっていますから、そういった構成も悪くないんじゃないかなと思います。そしたら前線の選手に移っていきましょう。お次は鎌田選手です。鎌田選手に関しては、この選手もねわざわざ触れなくてもいいのかなと思いましたが、あえて触れさせてください。ドリブルとウィムジーもう決まりじゃないですか。通常シュートの部分に関しては、まあ、レジアスのような強力なものでもいいですし、ウィムジーのようなジャンピングボレーでもいいと思います。鎌田選手シュート SB とかなり決定力あります。めちゃめちゃいい。しかもエリアのレイオーでオフェンス能力上がってて、ゴールベナラーでシュート特大アップしてるので、めちゃめちゃ決定力が頼りになる選手です。ぜひいいシュートつけてあげてください。でもう一個余ったところはドリブルにしましょう。ドリブル A しか上がりませんが、一応ね特徴のエリアのレイオーで大アップドリブル大アップありつつ、ゴールベナラーのドリブル特大アップがありますから、元々の能力はそんなに高くないですが、ちゃんと底上げはされてます。でどんなドリブルがおすすめかっていうと、選択肢2個あると思ってて、1個目がミッドフィルダーのスタミナを回復するものです。鎌田選手どうしてもやっぱりね、オプティマスでスタミナ管理できるとはいえ、ロングシュートってそんな発動しないので、スタミナが弱点になってくるかなと。そういう面ではミッドフィルダーのスタミナを回復するようなゲイルドリブルですとか、そういったものがおすすめです。ただドリブル能力値が低い選手なので、その選手がドリブルで1対1で勝たせるためには、フライハイのような相手ディフェンダーもしくはミッドフィルダーのタックルを下げる、そんなドリブルもおすすめです。ここは好みになると思いますが、鎌田選手を使ってチーム全体の強化をしたいのであれば、ミッドフィルダーのスタミナ回復で、鎌田選手で本当にドリブルで決定的な仕事をさせたいのであれば、相手ディフェンダーもしくはミッドフィルダーのタックルを下げられるドリブルをつけるといいんじゃないかなと思います。さあそしたらお次、南野選手ですね。この選手はですね、 OMF だが、ドリブルが A、 シュート S、 パス S っていうね、かなり攻撃能力が低い選手です。3500しかないが、まあ、エクストリームトラップがあるよという選手ですね。で、選択肢2個あると思います。 A ランクのオプティマスがあるので、もうシュートを割り切っちゃってドリブルロングシュートのパターン、これパターン1だと思います。万能パターンですね。まあ、ボール運べて、まあ、ロングシュートで遠目からも打てて、近めはもうオプティマスに頼っちゃうってパターンですね。でパターン2がドリブルを捨ててシュート、ロングシュートをつけるパターンです。
あのオプティマスではなく、例えばこれも S ランクのウィムジーをつけることで、トップ下の選手が横からのクロスに対して空中戦でシュートを打てる、まあジャンピングボレーをできるようにするっていうのがもう一パターンだと思います。これはね、好きな方を選べばいいと思います。在庫次第かな。ロングシュートあるんだったらロングシュートドリブルは魅力だと思いますが、ロングシュート自体がなかなか貴重なので、もしもロングシュートつけれないよって方はドリブルとシュートに必然的になってくるかなと思います。ただこの3つですね、理想はロングシュートとドリブル、ロングシュートがないのであればドリブルシュートっていう構成でぜひ検討してみてください。まあいい選手ですけどね、ちょっと攻撃能力の部分が難しい。つけるドリブルに関してはさっき鎌田選手に言ったような、南野選手こそ相手の守備をね下げれる、相手のタックルを下げるドリブルがいいかなと思います。アタッカーで高い位置でプレーすることが多くなると思うので、本当に1対1で勝てるか勝てないかっていうところで彼が得点にどれだけ絡めるかっていうところがしっかり変わってきますから、ぜひご検討ください。そしたら最後ですね、上田選手いきましょう。いやいいですね、マーベラストラップ持ってます。この選手なんですけど、私個人的にはヘディングとロングシュートがいいと思います。これはね、他の選択肢がなかなか取れないからですね。ドリブル仕掛けたとしてもなかなか結果的に抜けない、1対1で勝てないってなってしまうとまあ難しいので、ヘディングとロングシュートで、もしもあの1対1で抜くのではなく、ただ単にデバフ、ドリブルを発動させることでその相手の選手の能力を下げるとかって考えるのであれば、それに適したドリブルをつけてあげるのがいいかなと思います。例えば相手ディフェンス選手のスタミナを下げるですとか、相手のタックルを下げるでもいいですし、そういったドリブルをつけてあげてもいいかな。ただ私はあんまりね、全くドリブルできない選手にドリブルつけるのが私は好みではないので、私ならヘディングとロングシュートにするかなと思います。まあちょっとね、上田選手、南野選手と癖がある選手たちではありますが、まあ、特にバンディエラの上田選手を筆頭に日本代表染めを作るのであれば欠かせない5人になるかなと思いますので、ぜひね惜しまずにスキルつけてあげるといいチームが作れるんじゃないかなということで、今日の動画はここまでにいたします。ここまでご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。